D テクノメディアマジック、ニューパズマツさん新品卒業計画。であれからですね、結構飛びまして、今後もやっていくっていうのを言い忘れましたけど裏で少し進めました。トトコちゃんのところまで進めました。で、実は一回め、バージョンアップっていうかアップデートかな、入りまして、取り下ろしボイスが大量追加されました。キャラも追加されたんでね、さっきみたいな通りキングがね、デイリーイベントがもう少し出るはず。ツイートキャンペーンもある。そして今ここまで止まってます。で、ここをクリアした後にガチャ引きたいと思いますんで、ここまずクリアしましょう。よし。動画撮影中はね、アイテム使えないからね。あの、動画視聴のアイテム使えないからね。すごい縛りをつけてるからね。シャッフルしたいけど、シャッフルもできないっていうね。この、どうしようなーっていうセリフも多分追加されたやつだと思うんですよ。前出なかったんでね。あ、こうか。まあそうなるよね。でもそうなるとさ、こうなるよね。そして、こうだな。そうするとそっちが届かないんだよ。どうしようなぁ。30ターンだけど全然届かないんだよね。ようやくここまで来た。まずはこうしてこうでしょ。で上は OK。 あとはこの下の方だ。下が難しそう。うわー、そこに入れられてもね。いやもうスキルを使わないとどうしようもないな。するものがないな。あった、そっちにあったけど。15ターンしかない。うわー、早速ピンチだ。助けてー助けて全ラム言いたくなる。助けて全ラマン。いや本当に全ラマン助けて。やばい。残り10ターン厳しい。あ、神松で。あ、神松で起死回生の。なんなかった。うわ、これは厳しい。これは厳しい。あとスキルは使える。ドンペリ張ります。お前ならできる。こうだよな。できる限りのことはしたよ。
い、手詰まり。悲しいぜ。うわぁ。難しい。さあ行こう、俺たちの世界へ。難しいな。なんとか今度は行きたいけど、一応これは動かせるんだよね。下のは動かせるんだけど、どうしようか。二重にかかってるんだよな、この下の方。例えば木のやつ二重にかかったりとか、水のやつ二重にかかったりとか、その前に二回倒さないといけないっていうね。こうでしょ。よし、こうでしょ。上は OK、 あと下。下か。うわ、これ手詰まり起こしそうだな。思いっきり手詰まり起こそうとしてる。これ全然下がめくれないんだよね。でも諦めるわけにはいかない。ちゃんとしないとね。シャッフルされた。よく下に1個入ったけど、依然厳しい状況。うわぁ、予約した壊しに始まったけども、これはもう手遅れだよね。使ってもさ。いけブラザー。あと2ターンでは厳しいって。悲しいぜ。下のアイテム使おうかな。どうしようかな。いい感じに今削れたね。いいね、いいね。どうしようなぁ。なるべく横にずらしたかったね。まあいいや。ああ、まだ崩せてないよ。何にも壊してない。約1個。今の手は無駄な一手だったな。よし。横行けるな。
よし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 、おお、いい、いいね、いいね。取っていいか、取っていいか。になったな。これはなんとか成功したい。あと1個か。あ、絡ませたね。これは？まあでもこれでいいんだよな。すごいな。何かしら経路。あ、あでもまあまあまあ。結果オーライ。えい。よし、結果オーライ。ようやくだ。これならいける。よし。やっとだ。ステージクリアする。ああ。難しかったよ。ようやくトドコちゃんに会える。よし、コンプリート。マカロン。お父さんに ひでえトッティなんだと。上司にまでドライなのか。60円か。に、煮干し。やん。胃に腐るほどあるわよ。いや、それはダメでしょ。にゃーちゃんのはライバルなんだからさ。肩が強いよ。意味わかんない。無理。もう分からないから帰ってほしい。よし、受け取ろう。福引き一枚。あー、足りないのね。まだまだダメなのね。よし、エピソード2やっとクリア。卒業宣言。裏はしないとこ。
わあ、みんな言ってるな、先に。じゃあ、念願の。念願のガチャの方行きましょう。まずノーマルガチャから行きたいと思います。キャラかなしが出るよ。ほうほうほう。じゃあガチャ。ガーチャ、ガーチャってくるかな。何が出るかな。チョロマス兄さんだ。さあ何が来る。梨が来ないとな、進化できないからな。全部銀。ブラック工場そう。スーツね、青スーツ。へそだとかなり重要なんだよな。対空キャラだから。ブラック工場ソロマツ。工場一マツ。ナタなんか、あれ持ちだけナタなんか。ブラック工場十四マツ。かぶった。まあ、こうなるよね。なし。一個なの？一個しかもらえないの？なし。なし。なんか微妙。あ、チェリーに変わった。あ、そういうことか。セリフが増えたって言ってるけどどうなんだろうな。あ、でもダイヤ、あ、500もあるから後で引こう。セリフ。よし、これでどうだ。よし、これでどうだ。めんどくせーよ。ん？めんどくせーよ。こんなセリフあったっけ。ちょっと待ってよ。何やっていいかわかんないし。あった、あったか。めんどいわ。あれ？あったか。新規じゃないかこれ。仕事楽しい。新規だ。うん、叩く。スキル叩くて。班長命令。タクタクってなんだ。トッティ。こねる。もう帰ろうよ。やっぱ新規ボイスだこれ。ってことは。ここは俺に任せろ。よし、これでどうだ。どうだどうだ。はあ。これは、ここは俺に任せろ。あ、まあ新規ボイスっていうか新規ボイスか。進化できるかな。梨の数あと1個、あと1個か。あと1個なんかこしらえないとな。まず先に進化させるか。うん、まずはガチャルか、もう一回。よし、裏で貯めようか。何が出るかな。もう一個なしさえ来れば OK だな。
あ、青、あ、ラクラン来た。おー、ラクラン来た。なし。これで OK だな。ブラック工場、なし。なし嬉しいんだけどね。なし、なし。なし。キャラもそこそこ来てほしいんだけど、あ、うん、かぶった。まあ、そんなもんでしょう。だから、おお、これで速度が来たね。なし。次もなしかな。おお、あとかぶり。よくあることだ。うん。よし。じゃあ、後で進化させるということで。チェリカちゃんまだ弾けないのね。じゃあ、せっかく溜まったんで弾きたいと思います。よーし。新しくね、色出たんでね。何が出るかわかんないけど。行きましょう。頼むぜ、ベイビー。頼むぜ、ベイビー。あ、これわからんな。これわからんな。あ、いいね。金来た。あ、でも、虹来てないじゃん。虹っていうか、上の来てない。ごめんね。かぶっちゃった。中始末なら OK。何が来る？ふっ。激レアをゲットしたようだ。TGC。カラマス兄さん多いな。遅かと。割りかぶっちまった。許す。割りかぶっちまった。これは許すまじ。なんでキノコなの？松西さんしか出てこないんだけどねえ、おかしい。ジャージ新規だね。お、激レアをゲットしたようだ。人気を、まあ、だから唐松西さん多いんだけど。このアカウントだと唐松西さん多いな。すまん、かぶってしまった。ねえ、カラマツ兄さんしか来ないんだけどさ、激励、まだ終わってねえんだよ。遊びまくるぜ。はい。僕だってできるんだからね。手で笑い。中始末新規来なかったな。ネガティブ方式。俺はただのクソキノコ。僕にできるかな。ラフラン。何するの？食探し。今見たくないもの見たな。おそまつ兄さんのラグランは、ラグランどれだっけ。これが長男の意地。見てこの量。人魚、男の生き様、トラップを一個ランダム除去。自分の前こっちの方がいいのかな。この辺で終わりにしようか。
強制永久指名。今夜はパーティーナイト。痛い。これは痛い。ブロックをバラの国ブロックを1個ルーレットブロックに変換。スペシャルな格好だ。うん、わかる。うん、わかるけど。俺は今労働している。広げる。仕方ない、まず進化させよう。まずは進化させよう。しまった。獲得スコアが良くなったのかな、この場合。はあ、オオカミかこれ。見た目好きだな。できる他のキャラクターも使いたい。使いたいけどな。まずはただ何かポストに来てるか。あとライフありがとうございます。もらってきます。次はちょっと違うキャラを使ってみたいな。だからガチャ出てきてほしいというね。無理なお願いだけどね。というわけで、裏でまたちょっと進めるかもしれないんですけども、今回はここまで。はい。